はい、こんにちは。これがね、クリアカード編なのかなと思うんですけども、クリアカード編というのは20年ぐらい経って今の現在のね、これをクリアカード編 もう終わっちゃったんですけども、アニメとした2020年ぐらいだったかな。だからちょうど2年か3年ぐらい前にやってたんですよね。でそれで今確かこれ終わっちゃったんですよね。なのでその何て言うの、この時中学生になったんですよね。あれれと思うと、実際はね20年ぐらい経ってるんで、あれみたいな、ちょっとツッコミどころがあったんですけども、20年経ってやっと中学生になりましたみたいな。でそれであえてこう小学生からこう卒業して中学生になったんですよっていうのがありまして、20年経ってやっと中学生だったんですけども、どんな風な感じなのかなっていうなので、これをやっとここ変えたですよ。これ小説でね、アニメであったんで、ついさっきアニメであったんだけど、それをこうつい2年か3年ぐらい前かなだったんだけど、これを小説になったって言って、でこれが大人気なんですよね。で本当これは世界中でもう人気が、日本だけじゃなくて世界ですごくこれは人気が出てですね、さまざまな恋愛だとか、さまざまな恋愛での模様とかですね、男女だけ以外の恋愛模様とか、あとはその内容は、まあ、なんか見よう LGBT っていうのがこう今はこう世界的にもですね、日本的にも、日本でもようやく認められて、世界でもこうそれがこう認められてる時代になったんだけども、その当時は、特に日本とか、まあ、世界でもそうだろうね、やっぱりそういうさまざまな恋愛なんてとんでもないみたいな、すごい見方があったんだけども、そういったものがあったんですよね。でやっとこさですね、この当時としては最先端を言ってた、あるいはファッション性ですね、ファッションなんかも当時の最先端 のファッションと同時にコスプレっていうのかね、それをこう確か初めて、アニメのコスプレっていうのをさまざまなコスプレがあるんだってことを広めたんですよね。だからある意味で世界初っていうのかな、のどが すごいなと思うんですね。で画面もすごい、この時に初めてだったかな、やっぱ綺麗なアニメの画でね。でこのクリアカード編になると、今までのそのクローカードだとか、何て言うのかな、桜カードとはまた違ったですね、のが絵柄がまた違ってるんですね。で多少ちょっとこう違ってて、20年ぐらい経ってその 今風の漫画の絵になってるんですよ。でそれで多少ちょっとしたちょっと違いが出てるんですよね。でもそれがまた面白いなという感じで、で私まだアニメとしてもですね、クリアカード編まだ漫画としても読んだことないし、アニメもまだ読んだことないんですよ。見たことがないんですよまだね。で私はもう探してるんですけども、なかなかアニメ編としてレンタルビデオとかさやって探してるんだけど、なかなかこれがなかったんですよ。店舗によっては置いてあるところと置いてねえところがあって、しかもど田舎だと置いてねえんですよね。ど田舎だと置いてないんで困ったなと思って、あるところ場所に行ったらですね、置いてあったんですよ。で置いてあったのやっとこれを見つけましてね。ところがこれはいろんな他のことをやったりなんかしてて、なかなかそこまで行き着けなかったので、やはりそれでこうカードキャプターさくらのアニメのやつをですね、今やっと見直すことができてですね、で今こうあれですよ、昔の20年前の小学生だった時の
さくらちゃんとかシャーラン君とかそういったのをあの今ちょっとこう見ているような感じなんですね。 でそれがもう一度こう確認し終わった後にあのほらだいたいストーリーの中で大幅なストーリーとかは覚えてるんだけど多少ちょっと細かいところでちょっと忘れてるようなところもあるの でそうするとあこんな感じだったなみたいな思いですだからですね。で漫画の方も買ってきてで漫画の方を見たりとかしてでそれが終わったら今度はあのクリアカード本に移ろうかなと思うんですけども物語の方もねだいぶねあの初期の方なんだけどだいぶ終わりぐらいに近づいてまして、確か見たのがねあれだったかなあの東野の兄ちゃんがあのあれですよあのなんかそれこそブドウ狩りだったからブドウ狩りかいちご狩りかなんかに当たってそこでちょっと事件が起きたんですよね。で閉じ込められてしまうっていう事件が起きてでそれをこうやっと見終わったところだからあとこうあとそこからすごい行くとまあハッピーエンドになるんだけどもあのそれまでになりました。ですからまたちょっと遠いところにあるんですけどそこに行ってまた見てみようかなっていうのこんな今度クリアカード上になったら見てみようかなと思うんですけども、うん、なんですよ。ただその間にもこの本がですねあの売ってたんですよ本屋にね。で売ってたのでこれは素晴らしいと思ってあの同時に小説になって小説の方がみんなアニメだったのであの前のあのカードキャプターさくらのクローカード編とかのもうみんな小説になってたからこれを全部買ってきたんですよ。全部買っちゃいましたですね。で全部置いてあったから全部買っちゃったんですよ。それであのこういったものだったら人気が世界中で人気ですから高いからあのなんていうのかなすぐほらあの売れ切れちゃったりとかねあのする可能性もあるし例えばこれほら新品から中古になったとしても中古になること自体もめったにないんですよ。で中古になったとしてもすぐ売れ切れちゃうみたいな感じだからそれだけ世界で人気だからやっぱりそのある意味この作品ってのは日本らしさっていうのが出てるしね。で日本ってのはそのまあ今の日本は残念ながらねそういう人情味が薄れてしまったけどもまあ昔のその人情味のあった頃の友達だとか恋愛っていうのを描いてるからそういったところが世界から見ても日本らしくて良いという感じでね。だからそれこそ海外なんかだとさくらちゃんのコスプレしてる人がいたりシャーラン君とかともよちゃんのコスプレしてる人がいたりしてるんだけどそういうのですごい人気が高いんですよこれ。だからあのそれのものでねだったら私があのこういうさくらちゃんだったらやっぱりこういう風な一筋なさくらちゃんとかシャーラン君とかこういう人がいいなと思いますね。理想としてはですね。で髪型なんかやっぱりこういう女の子だとやっぱこういう髪型してる子とかねがいいなと思うんですよ。だからそれであのバーってですね。でこう小説っていうねものもあるので、でこれをねあの読んだのあのいいなと思う。あのまだアニメとしてはちょっと見たことはないアニメする漫画ですらまだ見たことないんだけどクリアカードはでもその先にちょっと買っとこうかなと思って記念にねこういうチャンスは二度とないなと思ったからあの出てる人に買っとこようと思って買ってきた。よかったわと思ってたまたまちょっとね病院に行ってきて病院の帰りにあるショッピングモールに行ってきてねショッピングモールに行ってちょっとそこに行くとね前の恋愛があったんですごい悲しかったんですよ。場面的にパッてあってねパッ要するに私が思い出す時ったらその人との出会いってのはその場所とか建物とかそういったところであったそういったものも一気にその記憶の中にドラマみたいに瞬間的にパッて入ってくるんですよ映像として。だからそれが入ってくるので
やっぱりすごいね、悲惨な被害しましたけど、本当に悲しくてね、もう本当にそのカードキャプターザクラと現実の恋愛の差ってのがすごかったんで、びっくりしてるんだけども、あってすごい悲しかったんだけど、でももうあの人いないんだなみたいな、あんなプロボックスが好きです、シティがあんなに好きですって言った人はもういないんだなと思って、俺はやっぱりこういう恋愛も求めてたから、その人がシティが好きだったら、じゃあシティのトミカとか、まあある貴重なのがあるから、まあそれを今度デートした時にあげようかななんて思ってたんですけど、残念ながらカードキャプターさくらの世界観とは違ったような冷たい人で、そういうものはいりませんみたいななんか人だったんですね。自分の中で都合が良ければそれでいいですみたいな、だから都合が悪ければ逃げちゃいますみたいな人だったんで、すごいやっぱ悲しかった。だからカードキャプターさくらがバラバラ熊のぬいぐるみをシャーナン君に渡してね、でそしたらその渡されたその熊のぬいぐるみが20年経ってもちらっと見たんだけど、持ってたんですよ。でちゃんとそれをシャーナン君がちゃんとに持ってて、これは彼女からもらったんだっつって、でそしてそれをこうよりこう紳士的になってね、昔のシャーナン君とちょっと違ってるんですよ。昔のシャーナン君はもうツンツンしてツンデレって感じの男の子だったんだけど、中学生になったら急にですよ、成長、すごい成長して、すごい紳士的になったんですね。だからね、そういう紳士的になったらいいなと思ったんだな、あの人はな。紳士的だったのは言葉だけだったっていう、悲しいもんだね、言葉だけの紳士的なものって。そんなの紳士って言えないからみたいな、言葉だけの紳士的だったんだな、悲しいものはないよね。だからなんだろう、ああいうシャウラン君みたいなこと好きだったですからやっぱりあの人が紳士的なものになってってすっごい嬉しくってですね、でそれでシャウラン、シャウラン君はさくらちゃんに対してそのテレビアーかなの人形を一生懸命さくらちゃんが、しかも手作りだったと思ったらね、で渡したらそのこれで渡したらとかいつでも一緒だよ、だから香港に帰っても一緒だよって言って、今でもあれ泣き出しそうなんだけど、ああいうのって、それをで中学生になって1年かな経ってからちゃんと持ってたわけよ。で1年後でちゃんと持ってて、でそれで俺今でもあれ持ってるからって言って、でそれでじゃあ交換だねって言って、交換なんかあって交換したんです。でそれが非常に嬉しかったですねわーっと思いましたよ。ですからこのなんていうんだろうね、すごいちょっと感動しましたね、本当にあれが紳士的なやり方なんだよ本当に。あいつ本当この野郎と思うんだけど、シャウランコンちゃんと見ないよって言いたくなるよ本当に。お前シャウラン君を見習いよっていうふうな、本当にそう思いますよ、ある意味同じ年のシャウラン君がさ、ね、あれだけ紳士的な行動ができたのにさ、あんたのやってることはみたいなさ、恥ずかしくねえかみたいなさ、ある意味後輩がですよ、ね、あんな紳士的にできるのに。昔だからああいうちょっとああいうってちょっと変な感覚ありますよね。昔同じ年だったのに今ずっと後輩になってしまいましたみたいなところがあるんだけど、そのあれだけねえツンデレだった男の子がですよ、一番好きなのが自分だって分かった時に、大事にしなきゃな、そして俺が守るからなって言って、であれだけその紳士的な対応が取れるっていうか、素晴らしいよね。ですげえ素晴らしいね。あの人がデートした時にさ、英語喋れてんの、道が分かんないです、ここどう行ったらいいですかって外国人の人が来た時に英語ですらすら話せて英語で答えてるんですね。でしかも彼女が来るよりももう早く来てるんですよ、
その待ち合わせ場所に。すげえなーと思ってね。これちょっと発達障害とかがあるとか知的障害があるとちょっとこれが申し訳ないんですけど、あんなシャーロックみたいな完璧なデートのやり方できないのでね、ちょっとこう場所がなかなか、例えばなんていうのか、把握が難しかったりとか、そんなに彼女が来る前からさっさと準備してみたいな、そこまでのことが果たしてできるかっていうと、ちょっと発達障害とか知的障害があるとどうしてもちょっとそこに、まあ、厳しさっていうのがあったりとかね、してしまう部分もあるので、まあああいうすげえなと思って、だからなんだろう、しかも英語までちゃんとスラスラって喋れてくれ、すげえなと思ってさ、んでだったんですよね。だけどあれだね、あの投薬は20年ぐらいだったと思う、未だバイトしてるっていうね、多いみたいなツッコミのことがあったんですけど、まあね、1年は、まあ、なんですかね、こう小学生から中学生に妹がなったんだけど、投薬くんはね、高校生から大学生になったんだけど、大学生になってもバイトかいみたいなね、いやさすがに高校生だからバイトしてるんですけど、大学行ったらどっかのもっと正社員みたいになってるのかなと思ったら、バイトしてたっていうね、確かどっかだったかな、水族館だったかどこだったかな、なんかバイトしてたんですよね、みたいなね、相当金額的にもたまってるはずなんだろうなみたいな、だからもうちょっとバイトよりもっといい給料をもらえるはずなんだけどななんて思いますけど、バイトだったっていう、トヤの兄ちゃんちょっとがっかりやみたいな、もうちょっともうちょっと正社員というか、もうちょっとバイトよりもうちょっと上の仕事できるんじゃないかみたいな思ったんですけど、あれほど頭いいですからね、トヤ兄ちゃんね。だからかつてはあれですよ、ね、友也の、妹の彼氏だなんて言って、それがシャオランだって言うと、かつてシャオラン君はユキトさんという男の子、男の人が好きで、それが東野の兄ちゃんの同級生だったから、それに対してね、好きですなんて猛烈にアタックしたもんですから、もう東野からしたら気に食わねえみたいな、俺の彼氏に何すんだみたいな感じだったんですけども、それでね、シャオラン君もね、いや俺が付き合いたい人は2番手に付き合いたい人はユキトさんですみたいな感じで言って、でバチバチバチみたいになってね、で当時はその当時は2番手というか、これが1番手なんじゃないかっていうふうな感じだったんですけどね、でも今はさくらちゃんが1番手っていうふうになりましたからね、だからそれでなったんで、多分前に小学生の時みたいな、あんなバチバチバチみたいなことはなかったかな、そこから成長してるから、あんなバチバチバチみたいなことはならないかなと思うんだけど、たまにちょっとなってしまうんじゃないかなというのが、まあ予測できるんですけども、ただまあそういうふうになって、だってすごい紳士的になったってのはびっくりしたんですね。で、さくらちゃんの方もすごい成長してるし、ともえちゃんの方もあれですね、同時に成長してた、当時はほら、ビデオカメラとかありますけど、ドローンとかね、とうとうあれなのか、ドローンの時代になったんだなみたいな、でそれでなったりとか、ドローン使ってみたりとか、あるいはスマホ、スマホでその LINE みたいなことしてるんですね、おすごいぞスマホ使ったぞと思ってびっくりしたんですけど、スマホ使ってたんですよ、でびっくりしましたね、私たちの時代の頃はやっとこそガラケーっていうのが出てきてね、携帯でやったり、ピピピピっていうね、ものでやったりとかですね、あとは家の電話でね、家の呼気電話で使って話したりなんかしてたんですけどね、あれスマホ使ってるよみたいな、呼気電話じゃなくてスマホ使ってるよと思って、すごいなと思って、でスマホを使って、このスマホがあるとね、トモエちゃんとかシャオラン君とか話せるよって言ってね、でもケロちゃんは昔から変わってないね、びっくりなんだけど変わってないじゃんみたいなケロちゃんは昔から変わってない変わるよみたいなね、もう20年くらい経ってるかもねみたいな作られるんですけど、変わってなかったっていうね、
でもあのあれですよ、相川つけるちゃんなんかね、おしゃれコーナーをね復活してあのやってらっしゃいましたから、よかったなと思ったんですよ。で、それでやってたってね、よかったなと思って、だからぜひあのクリアカード券の方ですね、あの楽しみにしてしてるんですよ。だからね、そう言ったのがあってですね、これは非常にね、よかったですよ。いやー、買ってくれてよかったわ、これ。全部買えたわ、これ。いやー、私、多分これ、世界で人気が高いやつだからさ、この作品だと多分なかなか手に入んないかなと思ったんですよ。で、ほら、クリアカード券になって、より一層人気がね、出てきたし、で、ほら、もう20年ぐらいの初期のやつと差があるから、ね、で最終的にクローカードで割って、それが20年近くの差があるんで、ね、当時のことを知らない人たちもいるじゃない。言ってみれば、だってその当時生まれた子がそれこそもう大学生ぐらいになってるような年齢じゃないですか。そうすると、まあ、その年齢の人って言ったら、カードキャプターさくら知ってるって言ったって、今の20代前半ぐらいの兄ちゃん姉ちゃんだったら知らないっていう人だっているわけじゃない。で、それで、このクローカードっていうのが出てきた、クローカードじゃない、クリアカード検定が出てきたことによって、あ、カードキャプターさくらって昔からあったんだってことを知るわけじゃない。で、しかも自分が生まれる前からあったんだ。ということを知るわけじゃない。で、そうすると今の時代だから、インターネットでそういうレンタルみたいなのを借りて見ることもできるし、レンタルビデオの見たお店ところお店もあるから、そこに行って1回いくらですとか300円とか100円とかってしながら見られるじゃん。でそうすると、あ、それで昔の作品ってこんなんだったんだなっていうのが分かるわけじゃん。でそれで知りましたって人もいるから、よかったわと思った。だから今の二十歳を迎えている20代前半の人で、ぜひね、これはね、初期の方から見てください、本当。初期の方を見てると、本当感動します、あれね。こういう恋愛とか友達とか家族っていうのね、がいいなと思う。で、そしてこういうおしゃれな生活がいいなと思ったんですよ。やっぱりね、おしゃれの最前提っていう人は違うわと思ったんですよ。ですから、ね、部屋がね、ぬいぐるみがたくさんあって、そこにケロちゃんが撮ってる写真があるんですけどね、特に撮って撮ってる写真があるんですけど、あれがなかなかいいですね。なんか俺、ワイは友達がたくさんいるんだねみたいな感じだね。でそれで他の動物と一緒にこうやって撮ってるっていうね、ああいうのがよくてね、ああいうおしゃれ系なものが、だから私のところにもいるケロちゃんなんかやっぱり他のぬいぐるみと一緒にぬいぐるみとかキャラクターとかのものとかそういうので一緒にいるんですけど、そういうのがあってすごくね、よくて、まあ本当にこのなんていうのかな、世界が本当に感動してよかった。うん、まだ私はこの作品に出会わなかったらね、なんていうのかな、今はなかったかもしれないね。だから私はこの作品で本当に出会わなかったら、今のこの再編合一音としての存在っていうものは2012年から続けてるってことはなかった。これは確実に言えたことだと思う。やっぱりこういう世界観の出会いとか友達とかこういったことを通して、そういったことを知ったことによって、人情味ということを知ったことによって、今のまあ俺もある意味カードを集めてるみたいな感じでね、車をこう集めてるような感じになるんだけども、こういうふうな動画を作れるっていうのはなかったですね。まあそれこそカードキャプターできた初期の頃なんて、こんな YouTube なんてものもなかったし、動画投稿なんだそりゃみたいな時代だったのでね、そういうことができる人って言ったら、本当に芸能人とか、ね、テレビの芸能人とか歌手だとか、そういう一部の人でしょっていう時代だったからね。でもそれが一般の人でもね、一般の人でもある意味その芸能人みたいになれるんだよ
っていう可能性が出てきたわけじゃないですか。でそしたら昔は一部の人しかできなかったものが今はその可能性は誰にでもありますよっていうふうな、あの可能性あれば、なんていうの、才能さえあればなれますよっていう時代になったから、やっぱりそういったものでそういうこのものをこう今の時代にこう紹介できたっていうのは本当に良かったなというふうに思うし、やっぱりすごくこの作品に出会えて良かったなというふうに思いますね。というわけでどうもありがとうございました。